夫婦関係を少しでも改善したいと思っている人は、今日のこの話をやると必ずね、改善できると思います。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。ところでこのね、収録をしている週末はですね、広島で大富豪の吉田純喜さんのね、講演会をね、開催させていただいたんですよね。アメリカでね、すごく有名になられた吉田ソースの創業者の吉田純喜さんなんですけども、当日ね、講演会はこんな感じでね、120-130人の方がね、集まっていただいたということで、私もね、主催者としてやらせていただいたんですけど、本当にね、いい形ですることができました。本当にね、参加していただいた皆さん、そしてね、吉田純喜さん、本当にありがとうございました。この時にまたですね、吉田純喜さんとのコラボ動画も撮りましたので、それね、近々に配信したいと思いますので、それはね、お楽しみください。はい、ということでね、今日の話に入っていきましょう。今日の話はこちら、夫婦関係を改善するための家の使い方と対処法5選って話をしたいんですよね。さっきね、吉田純喜さんとの話をね、インタビューさせてもらったって話をしましたけど、これまでたくさんのね、幸せな成功者にインタビューをするってことをしてきたんですけども、これね、皆さん口を揃えて言うことが、夫婦仲が全ての鍵だって言われるんですよね。これ本当に全員に共通しておりましてですね、というのもですね、特に、ビジネスと同様、パートナーシップにも全力を尽くしているっていうのがですね、幸せな成功者の特徴であったりするわけなんですよね。そしてそういった中でですね、やはりパートナーシップもね、全力を尽くすっていうことは、家の使い方にも非常に共通点があるというか、大切な側面があったりします。そこでですね、今回は、夫婦仲改善のための家の使い方がね、分かるようになりますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そしてですね、2022年の10月に発売する開運ハウス、これね、8月中にね、Amazon で予約いただいた方、全ての方にですね、今特典動画もプレゼント中なんですよね。で、概要欄の一番上、そして一番上にコメントでですね、リンク先貼っておきますので、ぜひね、本の予約の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。そしてね、私は普段矢野圭三公式 LINE というのをやっていて、ここでね、5本の動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の一番上の方、2段目あたりにですね、詳細がありますので、それをご覧ください。ではですね、中身に入っていきましょう。まずその1として、むちゃくちゃ大切なのはですね、こちらなんです。妻の大好きな家にする、これがですね、幸せな成功者の人たちが、口を揃えて言われることなんですよね。というのもですね、この夫婦円満の秘訣は、妻の大好きな家にすることだっていうことを本当に言われるんですけども、これね、さっきも言いましたが、幸せにどんどんなっていくお金持ちの人は、口を揃えて全員そう言うんですよね。どちらかというと、ビジネスだけどんどんやっていて、家庭を顧みないような人はこういう話をしないんですけど、ビジネスもプライベートも両方とも充実してる人は、全員こういうふうに言うわけなんですよね。でね、というのもですね、このどちらかというと、男性が見栄で選んだ家とかいうのはですね、最終的に妻から不満が出てきたりするんですよね。男性が見えて、買った家とか建てた家、そして男性は仕事で忙しくてなかなか家に帰ってこない、こうなるとですね、もう不満が爆発するという感じなんですよね。なのでですね、そういった意味でもですね、ここでキーワードはですね、妻が大好きな家にするということで、例えば今住んでいる家をですね、奥様が満足する状態にまずは整えるということをやっていただきたいんですよね。でこの動画を見ているのが、女性であれば、この動画をぜひね、ご主人さんに見せてほしいというふうに思います。ぜひですね、夫婦で、こういった方向性でまずはね、協力し合うということからスタートしてみてください。それではその次、その2です。その2はですね、できるだけ一緒の寝室に寝る努力をするっていうのをやっていただきたいなというふうに思うんですよね。特にですね、これ面白いのが、日本とアメリカの違いっていうのがあるんですけども、例えばですね、アメリカの場合、寝室が別室だったら即離婚だっていう、アメリカのね、夫婦すごい多いというふうに言ってました。特にね、吉田純喜さんがそういう話されてましたけども、本当にね、アメリカの場合はね、寝室が別々だったらそんなことはありえないっていうふうな話をされてたんですけども、もちろんね、日本とアメリカは違うかも分かりません。ただですね、ここ知っておいていただきたいのは、同じ部屋で寝る努力はとても重要なんだということなんですよね。ここはですね、どこまでやっているかということなんですけども、例えばですね、夫のいびきがうるさいみたいなことがあったとしたら、例えばここでは無呼吸症候群のね、治療を行うとか、そういう疑いを持って治療に行ってみるということが、どちらかというと大切なことでですね、
別々の部屋に寝たからいいとかそんな話じゃないんですよね。やはりね、夫婦お互いのことをおもんばかろうとした時に、このいびきは異常だぞと思ったらですね、例えばダイエットして痩せるとかいうこととか、あとはですね、無呼吸症候群の可能性があったりとかしたら、その治療に行くっていうのがやらなきゃいけないことだというふうに思ってみてください。そしてそれ以外にもですね、部屋のね、温度が合わなくて一緒に寝れないという人もいたりするんです。冷房が効きすぎて合わないとかいうのが一つの例ですけども、実はですね、冷房嫌いの人でも、冷房が大丈夫になる方法があるんですよね。それは何かというと、部屋の湿度を 60% 以下にしていくとですね、冷房はきっちりとさらっとして気持ちよくなるんですよね。なので冷房嫌いの人でも、この冷房が快適に感じるにはですね、湿度を 60% 以下、まあ、40から60ぐらいの間にするっていうのがポイントなんですけども、湿度調整してから軽くエアコンをかけるというふうにするとですね、一緒の部屋で寝ることもできると思います。とにかくですね、一緒の部屋で寝る努力をするっていうところがとっても大切だというふうに考えてみてください。そしてその3です。その3はですね、ダイニングでお互いの悩みを聞くっていうことを、ぜひね、フル活用してほしいというふうに思います。というのもですね、ダイニングっていうのは、まあ夫婦だけじゃなくて子どもとかも含めて、家族の悩みを聞いてですね、そしてお互いにそっかそっかっていうふうにしてねぎらい合うような場所としては最適だからなんですよね。というのもですね、例えば女性同士だったら、ちょっとこれからお茶しないっていうふうにしてお茶を飲みながら悩みを聞いたり、そして男性の同士の場合はちょっと一杯飲みに行こうかって言って飲みに行ったところで乾杯ってした後悩みを聞くっていうふうにしてやってると思うんですけども、このように人っていうのはですね、まあ、一緒に食事をしながら悩みを聞き合うということがあるんです。それがですね、家の中ではダイニングは象徴なんですよね。なのでこのダイニングを使ってですね、例えばお茶を飲みながらとか、お互いね、お酒をちょっとちびちび飲みながら悩んでることをね、お互いに聞き合って、そっか大変だったなっていうふうにして、お互いのことをねぎり合いができるかどうかっていうのがポイントだというふうに思ってください。そしてですね、ここで特に確実にやっていただきたいのは、このダイニングでですね、女性の悩みをとことん聞いてあげるということが夫婦円満の秘訣なんですよね。ここでですね、男性がどんどん自分の自慢話とか、ね、仕事の話とかバンバンすると、女性はあそうなのって、まあ口では言うけど自分の話聞いてくれないなって思ったりするわけなんですよね。それに対してできればですね、ダイニングではそうですね、女性の話を8から9聞いて、で男性の話は1ぐらいするぐらいのバランスでもいいと思うんですよね。とにかく女性の悩みをとことん聞いてあげて、そうかそうか、それは大変だったな、ありがとうねとかいうふうにしてやることが、まあ、夫婦円満の秘訣でですね、それがダイニングとか、あとはね、まあ、寝室とかもそれの象徴になるところもありますけど、ダイニングなんかはね、もう少し、オープンな感じでできるので、ぜひねやってみてください。ぜひね、この意識を持ってダイニングを使いこなすということが、まあ、ポイントだと、もう一回ね言っておきましょう。はい、そしてその次ですね、その4はですね、男性女性として磨き続けるってやつなんですよね。例えばですね、ずっと男性女性の中でもですね、もう家の中でですね、もう男性女性を捨ててしまってですね、単なる同居人みたいになっていることってないでしょうかね。例えばね、休みの日はずっとパジャマ着て、来てとかですね、お互い、まあ、髪の毛整えず、女性の場合は化粧もしないままみたいな感じだとですね、これ完全に男性と女性を捨ててしまってるんだと思ってみてください。そうするとですね、夫婦仲は完全に冷めてくるっていうことがあるんですよね。例えばですね、まあ、男性の場合はなんかお腹が出てきたなと思ったら、お腹をへっこませる、努力を怠らないというふうなことをね、やることができるかどうか、これがね、男性を磨くということにもなるんですよね。なのでね、もしお腹がポコッと出てきたとしたら、私も気をつけようと思うんですけども、しっかりと運動するとか食事の量を調整するとかしてですね、いつまでたっても男性として磨きをかけていくんだみたいな視点を持てるかどうかということがポイントです。そしてですね、女性の場合はですね、まあ、家の中では化粧をしなくなったっていうのが、続くとですね、まあ、ある意味でこれ女性として見られる努力をするっていうことをすることもね、非常に大切かなというふうに思います。吉田純喜さんのね、奥様のリンダさんはですね、今まで結婚して何年って言いましたかね、50年近くなるって言われてたのかな、の間ですね、一日たりとも、化粧をね、怠った日がないって言われてましたね。なのでね、それぐらい、なんていうかな、女性は女性としてのたしなみ、男性は男性としての磨きをかけるということをね、やれるかどうかが、まあ、ポイントだというふうに思ってみてください。これはね、本当に、アメリカだけの話じゃなくて、日本でもですね、まあ、夫婦円満の秘訣としてこういったことを努力しているご夫婦はですね、やはりね、魅力的だったりすると私は、思っております。
そして最後、その5としてはですね、夫婦単位で人を家に招くということをやっていただきたいなというふうに思います。というのもですね、例えば幸せな夫婦関係を持っているご夫妻がもし身近にいたりとか、出会ったりしたら、そういった方をね、定期的に家に招くということをやってほしいんですよね。これはですね、例えば、夫と妻のどちらかが奮闘してですね、一生懸命やっているよりか、夫婦単位でそういった人たちが家に来てもらって、そこで一緒に話し合う方がですね、自分のパートナーもですね、刺激を受けるってことができるからなんですよね。なのでここでですね、意識してほしいのは、定期的に夫婦単位で刺激を受け続けることっていうことなんです。これをね、やるかやらないかで随分変わってくるんですよね。なので逆に言うと、夫婦単位で相手の家に出かけたりとか、一緒に食事に出かけるみたいなことをするのもポイントなんですよね。その時にはですね、相手に夫婦単位で来てもらったら、パートナーにもぜひ一緒に行ってもらって、そこで食事をする。そうするとですね、そこで味わうなんか感覚みたいなのがあって、そこのところですね、どんどん共有していくと、自分のパートナーもですね、その雰囲気にですね、どん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 馴染んでいくことができると。そうするとですね、幸せな夫婦関係でどういったもんだろうっていうのを感じれるようになるっていう側面があるので、ぜひね、そこのところを意識してみてください。本当にね、これをね、習慣化させると、夫婦仲の刺激をね、受け続けることが可能になるので、これおすすめです。私たち夫婦もね、よくこういうね、夫婦単位で会うということは本当にね、定期的にやってるなというふうに思います。ぜひね、取り組んでやってみてください。はい、ということで最後にまとめをしておきましょう。まずね、一つ目はすっごい大切なんですけども、奥様とかね、女性の大好きな家にするということが根本的に夫婦円満の秘訣なんですよというところを知っておいてください。そして2つ目はね、できるだけ一緒に寝る努力をするということですよね。本当に仕方がなく別部屋っていうことがあったとしても、できるだけ一緒の部屋で寝る努力をしてるってことがポイントだというふうに思ってみてください。そして3つ目はね、お互いの悩みを聞き合うっていうのを、ダイニングを通じてね、よかったらお茶飲みながら、軽くお酒を飲みながらやるだけでも、随分とですね、このしっぽり感が違ってくるかなというふうに思うので、ぜひね、やってみてください。そして4つ目はね、これは吉田純喜さんがね、かなり口酸っぱく言われていたことですけども、男性性と女性性をね、しっかりと磨くってことをやってみてください。いつまでもね、男性として、魅力的な人間である、女性として魅力的な人間であるということを意識して、普段の生活をね、そこにしっかりと、置いてやっていくということがポイントだということですよね。で、そしてね、最後はね、夫婦単位で刺激を受けるために、夫婦単位で人と会ったり、人に来てもらったりということをね、ぜひぜひやることで刺激を受け続けるということをやってみてください。はい、ではですね、実践できそうなところが実践して、ぜひね、実感してみてくださいね。そしてもう一回お知らせです。私は普段矢野啓三公式 LINE というのをやっていて、例えばここではですね、トイレで金運幸運を引き寄せる方法という動画をはじめ、あと4本の動画をプレゼントしております。概要欄の2段目あたりにね、詳細があって、そこから、リンクを押して友達申請を押してもらったら、すぐにあなたの LINE のところに動画が届きますので、すぐね、見たい方はすぐにね、友達申請してみてくださいね。よろしくお願いします。あとはですね、私は公式 LINE 以外では、アメブロではこぼれ話、Twitter では日々の気づき、メルマガでは家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるってことをやっております。すべてですね、概要欄の下の方にリンク先が並んでおりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ではですね、最後のお待ちかねのご質問にお答えするコーナーですということでね、こちらに入りましょう。今日のご質問者の方はこちらですね、スピ歯科衛生士さんですよね。楽しく拝見しております。幸せのきっかけをありがとうございますということで、こちらもこそありがとうございます。質問させてください。焼き塩を湯船に入れたり、体をマッサージしたりして、体の浄化に使っていましたが、大丈夫でしょうかということでですね、焼き塩はそのままの状態で、例えばね、体のマッサージに使うというのも、ありかもわからないんですけども、ただね、湯船に入れるっていうのは、その焼き塩が溶けてしまうので、あまり効果がないんじゃないかなというふうにして思うんですよね。焼き塩はやはり、焼き塩のその、状態で、その香りを含んだものを直接ね、ちょっと体にこう当てたりするとかいうのはいいと思うので、これもしね、湯船の中に入れた後に、その湯船の中でマッサージするということであれば、あまり効果がない可能性があるので、使うのであれば直接ね、振りかけて払うとかいうような形のことをやる方がいいというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。